お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらのキョスケロイホグやっていこうと思います。さあこちらね、なんで現環境を支配してるフェニックスも文句も入っていないので、使いやすいかなと。カード持ってない方、レベルない方でもさあ使えるおすすめとなってます。でここ最近ですね、やっぱギャングとか、まあ、ゴブリンがめちゃくちゃいるんですよね。まあ一つのデッキにどっちかいるよねみたいなのが結構当たり前なので、まあ、そこにね対してマジダッシュしとけばいいよねっていうので、ゴーストがゴルナイに変わりました。で、まあ、あとフェニックスに対して環境がやっぱポイズンだったりだとか、それこそフェニックススケラーが多かったりだとかで、マザニクも刺さるし、フェニモンに対してはザッピーが刺さるしっていうので、このキョスケロフがね結構評価されてますね。はい、マルチジョイでもたくさんいますし、まあゴースト型でもいます。ゴースト型ゴルナイがどっちでもいるって感じかな。基本的にやっぱ今の環境、フェニックス、文句、フェニックスと文句両方みたいなデッキが、まあ溢れてはいるんですけども、まあ唯一って言ったらちょっとあれですけども、フェニモン入ってないデッキで今強いのって何ってなった時に、まあ、とりあえずこれっすね。そう、全然シーズンとかかな、ミラーガの暴走してる時から、はい、使われてるデッキではあるので、まあ、このデッキの完成度としてもものすごい高いですね。さあで相手は、まあ、ポイズンですね。マジ環境がポイズンなので、このマザニクザッピーあたりがそこそこに強いですね。さあ来ました、文句。まあ硬くなっちゃうんでね、文句。文句に対してマザニクはあんま当てる意味はないんですけど、まあトリトンも固まっちゃう。さあ固まる。でまあポイズンとボムタワーがあるのかな。ただ文句使ってるかな。残ったら熱いが、まあ、ウッドで処されそう。お、大砲だ。うっ、まさかの、まさかのミラーですって。いやこれ言っていい気がしたな。頑張れ、結構入ってほしい。さあでこの後ろに、まあ、ミラーがあることによってフェニックスとかが、まあ、相手のやりたいことなのかなと。さあなんとか耐えたいが、いや相手なんか攻めがマジオシャンティーっすね。オシャンティーすぎてちょっとダメージ受けちゃった。さあこれ、まあこれに勝つためにねこうなってるようなもんなので、さあポイズンで処理されちゃう。さあ矢の雨でしっかり壊していく。あれ、マジフェニックスめっちゃ強いんだけど。さあ鉄壁だな、これは。ダッシュで、うん、角度がなんか変わったんすよね。ゴルナイはタワーに向かって優先的に行くみたいなので、サイレント修正がねこの前に入って、よいしょ。さあしっかり棒ポイしてくる。いやヤンキーだなマジ。ちょっと行きたいっすねこれ。
うん、キョスケ入ってる、熱い。しかも大砲壊せる。あーめっちゃいい2個目の大砲それ。熱い。これで走って、いやめっちゃウッド。いやマジである、マジである。舞台になれ、舞台になれ。お前ら、お前ら全員マジ舞台になれ。お、マジで豚、お、マジで舞台になれ。おぶねー、おぶねー。いやーきついよ。さあ、このカルサブみたいなのは結構有名なマルチプレイヤーっすね。さあ、デカめの一勝っすね。今ちなみに現在世界37位っていう、あれ地味に高いっすね。シーズン後何日だ、20日ぐらいあんのかな。多分ちょっと長いと思うんで、今季もまあトロ上げ頑張っていきたいっすね。さあ、ギリギリではあったものの、まあ、ザッピーマザニックでね、全然戦えますよっていう。まあ、ミラーポイズン、なんかミラーウッドは嫌でしたね、本当に。さあ、相手は名前がない。お主。よいしょ。さあ、マジ暇なんで。あー、マジで。さあ、俺がやりたいことをされましたね。さあ、今回の相手も、珍しいゴルナイド、フェニモンじゃないですね、わかんない。フェニックスゴルナイもある。エレジャイ、あ、エレジャイもね結構いるんすよね。うん、結構いる、残念なことに。まあこのデッキは別にエレジャイめっちゃきついかって言われると、まあそこまででもないんで。さあ、フィジカルで頼むわ、キョスケ。さあ、で、やべ、卵にこれ当たんな。だからゴルナイのダッシュむずいね、制御すんの。で、まあここはさすがにザッピーはね、あんま使いたくないよねっていう。うん、うっと。さあ、まあエレジャイだとやっぱトルネードがあるんで、ロイホグをこう適当に投げるのはねあんまりしたくない。でザッピーもエレジャイに対して残しておきたいので、さあキョスケからいくか。大体ゴルナイ大砲か。うーん、うわすげえ、ここで組んだな。まあいっちゃうかこれは。やりすぎやりすぎ。うん、強っ。さあ、まあでもある程度解けたよね。まあエリーちゃんに対してな、ザッピーマザニックいるっすけど、大砲ゴルナイウッドが強いっすね、防衛が。ちょっとこれ特殊なことをしていこうか。さあ、マジフェニックス強すぎて。うう、キモい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 よそれ。そのトルネ強いよな。いやでもそこそこにダメージは入ってく。まあここはいいでしょう。ウッドで押しちゃおうぜ。実はこれキョスケが入りそう。
うわ入ってる、ゴルダイも入ってる。いや相手もえ俺突破されたのみたいな。いやびっくりっすよね。俺もだってなんで突破できたみたいなね。マジでキョスケとゴルナイでゴリ押したみたいな。さあ現在世界22位。やばくない。いやだからフェニックス飛んでるとねなんかなえるっすね。うん、そんなになんかいるとね、まあね4コス5コスだからな、相手もフェニックス出した後に意外と陸行きがないみたいな感じでね苦しそうではあったんですけど、まあなんかね、なんか戦えるっすね。そう、ザッピーの足止め、マザニクの豚の足止め、キョスケの爆破のね、あとはまあ体力の足止めみたいなので、意外となんとかなる。なんとかなるんですよね。そう、怖いんですけどね。フェニックス2体来ると、わあ負けるやん、みたいな。いや、マジきっちりってなるんですけど、意外と守れます。はい。さあ、めちゃんこ。いい感じっすね。さあアリー、これミラーディガっぽいじゃなかったかな。ピース、先出しじゃんけんよろしく。おー違う、あーまあランバだったらもう2択っすね。今の環境はバルーンフリーズとエリポンゴレ、どちらにもフェニックス。おお、いや、おい、え、なんか珍しいぞこいつ中身が。ああ、文句は多分ユニットレベルがないんですね。文句はユニレベがないけど、フェニックスはユニレベがあるから使ってるようなバルーンフリーズっぽいけどね。まあ、キング起動できたのはちょっとでかいけど、普通にユニット固まってきたらもう。さあ、止めてあげて。で、ゴルネイそんな簡単に行かれる？タルがあるかな。お、さあま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 あ、まあ、キング起動できたのはでかいっすね正直。でまあこっからはねある程度攻めたらやっぱカウンターが来るのが繰り返しだと思うんだけど、ああこれボーラーのトルネでダメージ稼ぐっす。これやめろよ。いやーマジでいらんやないか。でザッピーマジでめっちゃ大事。ザッピオくんだけちょっと気をつけなきゃな。さあまた相手のライドラメアだな。まあでもこれは無理しなくても良さそう。爆破でなんとかなりそう。いやー樽怪しいな。ちょっと樽が強え。いやーそれ入るのちょっと違うっすよね。それ入りだしたらもう無理やんっていう。さあバルーンフリーズはワンチャン。あれこれさ、キョスケの爆破のダメージ俺知らないんだけど。勝ちました、バルーンフリーズ勝てます。いやマジ意味わかんねえやろ。まあ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 相手が攻めすぎたんか知らんけど。
さあまさかのラッキー勝利降ってきて現在世界17位という奇跡が起きてます。まあ多分バルフリはきついっすね。うん、序盤キング起動できて完璧な中であんだけバルーンぶっ刺さっちゃうんで、まあ、ザッピーゲーになっちゃうんだね。マザネクがもうちょっと軽く高ければみたいなねとこもありつつの、いやーでも勝ててるんで全然いい、もう十分すぎる。もっとなんかね、もっといかれそうですけども、ボーラーフェニックスフリーズあると。さあナイス、さあ来た。懐かしい名前だな、この相手のプレイヤー久々に見たな。さあディガポイっぽいね。いやでもマジでこのフェニモン環境でフェニモンなしでこの戦えるのが普通にすごい熱い。自分がもしユニレベなかったらって考えたら救いのデッキすぎるよね。あー迫撃ディガーっすね、こうなったら。いやこれはね、ビシブではあるけど、スケルトン部隊か。ああそうっす、うん、まあビシブっすね。どうなんだろう、まあファイボなんで俺のマザネクとザッピー、まあ、どっちか絶対ボコボコにされちゃうんですよ。そうなんで、まあそこさえ気をつければなーって感じですね。マジまあでもゴルナイは強い。おーマジで偉すぎゴルナイいいやつすぎるだろ。さあというわけで、まあさすがにこれはカウンターなんで飛ばしてあげて、うん、まあこっちが守ってさえしまえば相手の呪文待ちファイボだけだと思うんで。ああマザネック読みかな、まあ、読めてないんでね、読みとは言わないんですけど、いやこの受けでさえ相手ちょっとうざそうだけど。さあ吹き矢を使ってくれる。これなんか形これ組むだけ、ゴルナイこれどうやって止めんだ。あーあすせ、お待って、ゴルナイが入ってる。あつ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 、さ意外となんか受けが全体的にきつそうだな。さあ低めギャングで綺麗に全てお掃除してあげて、いた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 、これ守れば勝てそうじゃね。ゴルナイがマジでめっちゃいい味出してる。あマジで変な敵すんな。スケキンか小物か両方か。いやでもいい、やべミスったこれ絶対ちげえ。一回落ち着こう。いやなんかでも全然耐えれる。でキョスケのバカでいかれるかあんな。あバカ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 、一旦冷静にね。おキョスケがバツバツバツ、ギャングはマジで強い。あーそれうまい、これ一旦キョスケの爆。おゴルナイがうまい、スーパーヒーロー、ゴルナイ。いやマジ久しぶりにゴルナイ使ってんだけどさ、めっちゃ強くねこいつ最近さやっぱ文句すごい使ってたからさ、やべやべこんなことしだすと危ね。もう一回ゴルナイいけるぞ、お前いけ、んーのーきーいかつ、しかも全部こんなのはなんかねなんとか回収できると思いたい。よし、いやマジで熱すぎる熱すぎる熱すぎる。しかもあいつだけは引っ張って
いや、いいよ。もうこれない、1枚決めちゃっていいですか。おーい、はい、入っちゃう。今の距離飛ぶ？バグだろこれ。マジで最近こんなんバッグだな。さ、世界13位、やば。13位まで来たぞ。しかもライキさんもめっちゃ高かったんだな、4位で。近っ。いやー、おもろいね。でもまだ今季あと21日ぐらいあるから、よし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 、全然ね、わかんないけど、序盤としてはね、いい。こう自分の上がりやすいデッキをちょっと見つけとくのはね。さあ、エメラルド300も美味しいよと。次勝てば2200。いや、これね、めっちゃ強くね。いや、俺最近モンクとフェニックスしか使ってなかったから、なんかね、これね、こんな強かったっけ？いや、ラッキーだな、もうあんなん。あんなラッキーしかないっすよ、ね。なぜか入ってる。なぜか守れてる。さあ、いいね。とりあえずなんか環境のデッキに、なんかいい感じに刺さってますね。ほんと、ザッピーマサニク、ギャングゴルナイ、キョスケ。うん。とりあえず使ってみれば、結構いい味出してます。うわぁ、これやべえ。負けたら、負けたらいくら座れんだっていう。45は硬いっすね。まあもう50とか座れるなんか仕組みになっちゃったんでね、ここ最近。負けちまうと渋いっすね、この差は。さあ、小物ウッドはディガポイっぽいな。お、吹きや、珍しい。コカッちゃんか、ゴルネいいぞ。これタワーいけねえか。あ、無理か。いやー、この卵延命やだな。あー、でかい。で、吹き矢か、ちょっと珍しいな。これ壊させてくれたら熱いけどな。壊れそう。いや、いい。おいしくね。いや、いいよ。さあ、今回の相手は多分ディガポイのなんか中身ちょっと変わってるみたいな。吹き矢が来てる、どっかから。うわ、凍ってる。うわ、これ持ってねかったな、このギャング。いや、でもキョスケがアイスか。まあまあ、吹き矢がどっかから来てんだよな、マジで。ギャングとかが吹き矢になったのかな。まあ、キョスケプラスので形組んで、ボムとか使わしたいっすね、僕は。からのロイホグっすね、マジ。あ、でも相手もコスト貯めてるっす。大体。え、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。お前だけやらん、許さん。よし、熱い熱い。や、やらめ、これ3発持っているか。これ止めた方がいいね、マジ。キョスケの爆破で処理。
いや、天才か。お？やばい。今の相手のめっちゃうまかったぞ。右のフェニックス残ってたもん。いや諦めてくれたこれ。いやでかー。これ今相手諦めなかったなというか、なんかね、ワンズ最後ラッシュしてたら右のフェニックス気づかなかったけどな。さあ14いただいて2200に行かない世界9位久しぶり、こんにちは一桁、ライキさんも添えて、はい。いや上23か、いいやん。世界一の本格クイック使いですね。何でも使える。さあというわけで、いやーちょっとまさかのここまで来るとは思ってなかったんですよ。そう、しかもフェニモンなしですからね、やばくない？ちょっとみんなもマジ使ってみてください、フェニモン持ってない方も。はい、というわけで、ぜひこちらのキョスケロイホグやってみてください。また今期もね、トラゲ頑張ろうと思います。では、お疲れ様でした。またね。